some light effects, and then they do have a display, a 3D display of the. はい、今 Apple Vision Pro の体験を終えました。正直言って想像以上に完成度は高く、またかなり快適に操作できるものになっていて、結構驚いています。これ画期的なコンピューター、空間コンピューターになるんじゃないのかなと。おそらく日本に上陸したら相当驚く人もいるでしょうし、49万円決して高いものではないのかなというふうにも感じました。 WWDC2 日目ということで、私は今日はあの端末、Apple Vision Pro を体験してまいりました。残念ながら撮影 NG と、レコーディング NG ということで、喋る原稿書くぐらいしか皆さんにお伝えできないんですけども、まあ、魅力は増すところなくお伝えできたらなと思います。Apple Vision Pro ですけども、まあ、Apple がヘッドマウントディスプレイを出すということで、正直、まあ、あんまり期待していなかったというところが事実だったりもします。やはり、まあ、これまでね、様々なデバイス、まあ、取材で見てきましたけども、なかなかね、操作性がいまいちだったりとか、画質がいまいちだったりとか、まあ、コンテンツが少ないということもあったりもしたので、ね、継続して使おうというようなモチベーションにならなかったというのがほとんどです。ただ今回 Apple Vision Pro 触ってみて感じるのが、早く使ってみたい、毎日使ってみたいというようなモチベーション上がりまくり、テンション上がりまくりの製品になっているというところです。やはり Apple としては、まあね、Mac、iPhone に次ぐまあ革命、空間コンピューターというような言い方をして、まあね、VR とかメタバースとか言わずに空間コンピューターというふうに言ってるところが、本当ね、その名前の通りの製品に仕上がっているというふうに実感しました。でまずやっぱり何がすごいかっていうと、まず画質に関しては 4K 相当のディスプレイ、切手台のね、ところに2枚ついているというふうに言っていましたけども、やはりこうね、息を呑む画質になっているというところが大きいのかなと。まあね、噂では、ね、S 社が作ってるんじゃないかというふうに言われてますけども、でやはりまあ仲のいい Apple と仲のいいねソニーがね、それこそティム・クックが熊本の工場に行っちゃうぐらい仲いいねソニーが Apple のためにね優先して出しているというところは非常に大きかったりもしますし、まあね、そこでの画質が非常に素晴らしくよくできているというところもあります。でやっぱりそのね、あの空間を認識するというのはトフセンサー、まあ、それこそ iPad Pro に載っていたトフセンサーが、まあね、利用されてるでしょうし、あの空間をね、撮影して、まあ、そのディスプレイに映すと、まあ、それも非常に綺麗で、まあ、鮮やかなんですけども、まあ、そういった撮影技術というのはね、iPhone で培ってきた、機械学習によって培ってきた、まあ、そういったね、画質のまあ処理能力なんだろうなと思います。で実際に被ってみて、ちょっと歩いたりですとか、あの机と椅子の間もね、歩いてみたりしたんですけども、全然ズレがないと。本当に自分が見てるかのように、リアルで見てるかのような映像表現になってるとね、あのヘッドマウントディスプレイ被っても。っていうところのね、処理能力の高さというのも非常に大きかったなと。やはりそのね、M2 チッププラス R1 チップと呼ばれる、まあ、センサー専用のね、チップが載っていて、まあ、そこで処理すると。いろんなカメラやセンサーを専用チップで処理しつつ、で、M2 で、まあ、画質のね、処理を上げていくというところというね、やはりまあ、Apple が自社で作ってる、自社チップとセンサーのうまい組み合わせの仕方で高速ね、高速の処理をしているというところが効いてるんじゃないのかなというふうにも思います。あと感じたのが音。ね、立体オーディオになってますけども、やはりね、その音がね、非常にもう快適で没入感のあるね音になってると。スピーカー的なね、部材はねギター状になってるものなんですけども、まあ、それによって、まあ、空間オーディオによってね、離れたところとか近いところとかっていうのもリアルに再現されてると。まあね、そういった音響の技術というのも、まあ、AirPods ですとか HomePods、まあ、そういったデバイスの技術がまあ流入されてんじゃないのかなというふうにも思います。 Apple Vision Pro を使って何が一番びっくりしたかと言いますと、視線入力です。
ね、今までこう様々なこう、ね、VR デバイスってコントローラーがあったりとか、あと MR デバイスでいうとホロレンズとマイクロソフトホロレンズといったものもありましたけども、とにかくしっかりと認識してくれない、ホロレンズでもこう、ね、手で操作するというふうなことやってましたけども、なかなか手を認識してくれないという、ね、ストレスがありましたけども、Apple Vision Pro の場合ですと視線の入力によってで、ね、あのアイコンを見るとそのアイコンが反応してちょっと大きくなるので、手をね人差し指と親指をポンとやると反応してアプリが起動する。でやめたい時にはそのバッテンマークを見るとバッテンマークが反応して大きくなるので、指をポンとやると、まあ、消えていくというような、まあ、視線入力が素晴らしくよくできていると。これ本当にこうね、Mac でマウスですとか、iPhone でタッチパネルですとか、まあそういったものをね一気にまあ普及させた Apple ですけども、今回ね空間コンピューターの Apple Vision Pro で視線入力という、まあ、革命を起こすんじゃないのかなというふうにも思います。でこれあの視線入力ね、今回あの Apple Vision Pro の場合ですと、裸眼で使うということが前提になっています。私ねあのメガネっ子なので、あのねメガネを外して使わなければいけないんですけども、まずやること、これ実際その Apple Vision Pro で使う前にまずやることというのがありまして、一つは、iPhone のね Face ID を登録するように今顔を登録すると、おそらく顔の凹凸とかをまあチェックするというのと、あとね AirPods Pro であるような耳を撮影して耳の形をチェックするといったことがあります。ね、これアプリ上ですぐできちゃうんですけども、その後に私の場合ですと、メガネを、まあ、受付のお姉さんに預けて、メガネを実際にこうね、チェックすることによって、機械でチェックすることによって、まあ、視力をまあ測定しているということをしていました。で、Apple Vision Pro の場合ですと、あのオプションで内側にこうね、レンズをつけると、視力補正レンズといったものをつけるようになっています。これね、ツワイスがまあ開発するというふうに言ってますけども、今回私のデモの場合もね、それがね、ある程度用意されていたの中の一つで、自分にね、一番近かったものを装着して、つけて、まあ、見るということをしていました。なのでね、裸眼でも非常にクリアに見えて、綺麗に見えたという感じです。でね、それによって、まあ、視線入力ができるようになると。でね、これじゃあコンタクトはどうなんだと。コンタクトでちゃんと視線入力できるのかというふうに質問したところ、問題ないというところなので、ね、まあ、コンタクトの人は安心してほしいなと思いますし、これね、私もね、ツワイスのレンズ、そのオプションのね、視力補正レンズが高かったらね、もしかしたらもうコンタクトレンズにした方がいいんじゃないかと思えるぐらいな、ちょっとね、不安な要素ね、いくらなのかなというとか、ちょっとね、不安だったりもします。で、ね、やはりまあ、こうしたね、インターフェースの変革という、まあ、インターフェースの革命というのはね、Apple 今後起こしてくるだろうなというところはね、実感するところです。あともう一つ、まあ、操作性で言いますと、本体の右上のところに、Apple Watch でおなじみのデジタルクラウンがついています。ここでポンと一回ボタンを押したりですとか、あとまあね、あの、映像を大きく見せるですとか、小さく見せるという時にデジタルクラウンを回すことによって、まあそのね、サイズ調整が可能になるというところなので、まあ視線の入力、あとポンという手の入力、あとはデジタルクラウンを回すというところでの操作性が基本的にあるのかなという感じです。ではね、あの、ちょっと、先ほど触れませんでしたけども、例えばこうね、スクロールするという時には、手をつまんだ状態で左右に送ったりですとか、あと上下に送るということをすると、アプリを切り替えられたり、ね、ウェブサイトのスクロールができるというものになってますし、ね、同じような、つまむと動作をやることによって、アプリケーションをね、置き換えたりですとか、することが可能になると。でね、実際にね、目の前にアプリケーションを浮かばせて、まあ、5、6浮かばせて、まあ、いろいろ切り替えてね、仕事をするということも可能だったりもしますので、ほんとね、あの、今までね、MacBook とか、あと iPhone ってね、どうしても画面サイズにね、限界がありましたけども、Apple Vision Pro であれば、画面サイズを大きくして使うことができると。なので、まあ、最近ね、ちょっと老眼気味と、自分老眼気味だったりもするんですけど、小さい文字のね、ウェブサイトも Apple Vision Pro で大きくしてしっかり読むということが可能になるというところはね、非常に期待できるなと思います。で、
これね、やはりまあ気になるのが価格でね、アメリカだと$3,499で、日本円で今換算すると49万円というところなので、まあ相当お高いね、価格設定になっているという感じですが、個人的に実際に使ってみると、私はその49万円、決して高いものではないなというふうにも思っています。でやはりその部材のね、量、カメラがまあ10何個あって、マイクも何個もあって、ね、スピーカーも何個もあってということを考えてね、しかもね、M2 チップと R1 チップが載っているということを考えるとね、まあね、値段相応なのかなというところもありますし、やはりね、これからの新しいコンピューターの使い方というところで言うとね、まあ、これぐらいの価格するのかなと。MacBook Pro のね、上位モデルあればこれぐらいの値段するので、まあね、妥当なのかなというふうにも思っています。で、一方で、やはりまあこれくらいのデバイスを作れるメーカーっておそらくもう Apple ぐらいしかいないなと。なかなか Apple Vision Pro に対抗できるものを作れるメーカーってないんじゃないのかなというふうにも思っています。やはりね、そういったオーディオの技術、さらにまあカメラの技術、で映像表現の技術、さらにはまあ OS も持っているというところもありますし、あとね、細かいところで言うとね、その頭の部分を覆うところ、後頭部を覆うようなベルト部分のところも、やはりね、ああいった心地よいベルトになってるんですけども、ああいった心地よいベルトを作れるっていうのも、ね、Apple Watch でね、様々なベルトを作ってね、いろんな繊維メーカーと取引のある Apple だからこそというとこなのかなというふうにも思います。ですので、単に部品の寄せ集めだけではなくてね、部品のね、隅々まで知っている、さらにまあそこにね、AI のテクノロジーを組み合わせて使ってるというところってね、Apple の総合力、技術力の高さと思いますし、さらにやっぱり強いのは iPhone、iPad 向けのアプリがそのまま使えるというところは非常に大きいなと。いきなりね、本当にね、相当数の数のアプリが動いてしまうというところで言うとね、毎日毎日使うというところでね、他のデバイスにはかなわないんじゃないのかなと思います。あと体験して面白かったのはフェイスタイム。これね、Apple Vision Pro をつけてると自分の顔ってね、当然映せないので、フェイスタイムできないじゃないかというふうに思いますけども、事前にね、Apple Vision Pro で自分の顔をね、スキャニングして、しておくと、Apple Vision Pro が自分のね、顔のアバターを作ってくれます。で、このアバターが実際に、フェイスタイム上で喋ると、まあ、瞬きもするし、口はパクパク動くし、顔は左右に触れるし、というところで、アバターの再現力がむちゃくちゃ高いというところもあります。なので、まあね、Apple Vision Pro を被ってフェイスタイムに参加しても、まあ、自然な形で参加できるというところで言うとね、遠隔のね、人とのコミュニケーションもね、さらに盛り上がってくるんじゃないのかなというふうにも思っています。私ね、いろいろと Apple Vision Pro を使っていましたが、おそらく来年アメリカで発売されるとしとるならば、発売当日ハワイに買いに行くんじゃないのかなというふうにも思っています。